それではですね、そろそろ文化の香りをここでこの蒸し暑い新宿に文化の香りを漂わせようと思います。それでは歌のお師匠ジョニー・エッジさんです。よろしくお願いいたします。はい、お待たせしました。はい、ブラジルに行くようでございますが、確か、歯の緑の彼女は、あ、今日緑で来ますよ。今日だいぶ緑の方多いんですけど、みんな気がつかないんで、力も薄緑という人ですね。薄緑は。でもあなた、なかなか最近緑来てこないっていう噂もあってですね、理由は分かりました。グリーンじゃないんですよ。グリーンが濁るとグリーンになっちゃって、だからそのグリーンをごまかすために緑を着てこないんじゃないかなというもはや噂でございますが、しかもこれからリオに行って何が透明なその妖精とか何か言ってましたよね。妖精を見える化するんだ、透明化するんだ。リオから帰ってきたら多分濁ってしまうでしょう。なぜなら、あの有名な緑のプールを見てくるからです。あの緑のプールは素晴らしい、全部ごまかす。それじゃ困るんでございますよ。そこで訴えましょう。ちゃんと監視するな、ちゃんとね、観察してこいということでございます。時間がないなんてごまかさないでね。立て付け便利さ、何より映像と食の安全、雨より命の方が大事だろう。
で知ったかぶりにしないで匂い嗅いでね海水飲んでね何も言えてと食後あって伝統と文化は移転できないで
リオデジャネイロに向かわれる前日の小池百合子さん、今の歌で涙が涙があふれてあふれて、目の前1センチもかすんで見えないような状況じゃないですか。こんな美しい調べを聞いた後で、到底11月7日に豊洲新市場を開場させるなんて私できないわ。リオデジャネイロで決断するしかないわ。24日まで待てないわ。海の向こう側赤道直下の真下で豊洲新市場開場は延期いたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは